はい、これ大体180キロ離れたところに、うん、八ヶ岳の本拠地があって、うん、ここは実は長野の八ヶ岳拠点の東京サテライトっていう位置づけになってるんですね。でなんでここがつながるというかというと、うん、これが世界で最も大きく深い溝と言われているフォッサマグナっていう一つの、地質的な考え方で、うん、今の研究だと東京も千葉も、うん、入ってるんですよね。非常に広域なエリアを指してフォッサマグナっていうふうに。なるほど。はい、富士山のあそこのところ、なんとか線っていうところ、はい、こっち側の大塊があるわけですね。そうですね。はい、そうですね。そう、当時はナウマン のフォッサマグナの時代は、うん、もうちょっと狭いエリアを指してフォッサマグナって言っていて、まさしく藤井さんおっしゃったように糸魚川静岡構造線とちょうど、うん、富士山とか八ヶ岳連峰とか、うん、そこら辺のエリアを指していたようなんですけど、うん、今の研究だと、うん、もうもっと東京も実はその大きな溝が隆起して、うん、それで出来上がった火山性の土地っていう、そういうのは、はい、そうなんです。なるほどね。そうなんです。そこでやっぱりその諏訪の方は縄文の中期の中心 の、うん、エリアがあり、はい、こちらは江戸の中心なんですけど、うん、気づくと岡本太郎の発見した縄文も、うん、世界的アーティストの葛飾北斎も、うん、フォッサマグナの火山の富士山を中心に江戸の都市を描いてるんですね。あ、なるほどね。はい、だからこれは前富士山にも取材していただいた日本橋歴史アーカイブスを掘り下げて作らせていただいた中で、うん、こんな1603年から例えば1867年で、お頭付きってこれ監修の江戸博の竹内誠先生おっしゃってましたけど、うん、お頭付きの最初の始まりの日にちと終わる日にちが明確にあるっていう、そういう時代は珍しいんだよというふうにおっしゃってました。でも逆に言うと、じゃあそのお頭付きの歴史の中でどうして葛飾北斎みたいな天才が急に出現するのかっていうのは非常にやっぱ不思議なことで、うん、それもどちらかといったら縄文に通ずるような荒々しくエネルギッシュで渦巻いていてパワフルで、これは京都の雅の日本、洗練された日本っていうものではない、もっとエネルギッシュでパワフルで爆発する、うん、そういうエネルギーをどうも火山性の土地がそういうアーティストたちを生んでいったんだなと、縄文人たちも、うん、まあ市井のアーティストだと思うんですけどもね、うん、全員ではないとは思いますけど、そういう中で何か一つのなんか文化圏を改めてちょっと発見した感じがあって、うん、なるほどね、はい、いや西からね、まあ、下ってくるか上ってくるか、昔は下って言ったんだろうけど、はい、うん、ちょうど天の湖の向こうの潮見坂のところを越えると、はい、富士山が見えるんです、うんうんうん、でそうすると東の国にやってきた、その荒々しさっていうのはあなたがおっしゃるように北斎とかそういう表現の中に生まれてくる、それも火山性の土地、どうもその最近の地質の世界だと文化地質学っていう、うんうん、人間が文化を作るんじゃなくて地質が文化を作るっていう、そういう考え方があるようで、どうもこの火山性の荒々しい土地の中で、その例えばこれはフォッサマグナミュージアムの館長先生が竹内光先生おっしゃってたんですけど、家福はあざなえる縄のことしたと、いわゆる火山性の都市ゆえに、いろんなその鉱物含めて豊かで湧き水もありますしね、だから豊かな植生があり、だから豊かな生態系が生まれて、そこの中で育まれた豊かな自然、一方では地震津波含めた災害ですよね、高潮を含めた、でその両側面があると、その中でやはり荒々しい自然の中で人々が相互扶助を持って助け合ってきた文化に美意識が生まれて、それが縄文時代のモースが言っているような贈与的な贈与経済につながるような、その自分の一番そのいいと思っている美しいと思っている大切にしているそういう土器とかを隣の集落の町にそれをギフトするとか、あとは江戸はねもう説明するまでもなく生きっていう美意識が
この土地で芽生えてる、うん、そういうのを一つのやはりその、まあ、新日本文化論って言ったら大げさですけど、うん、やはりそのフォッサマグナの火山性の上にそういう美意識が成り立ったんだよっていうのをちょっと現代のアーティスト芸術家たちと一緒に視覚化したり、うん、そこの中にあのネオ城門というネクスト日本の近代日本の150年のこの崩れていく日本の崩れっていうのは実は近代日本の崩れで、そうです、はい、実はネオ江戸だったりネオ城門でこれからきれいに20、30年かけて日本っていうのが立ち上がってくるっていう姿を僕はちょっともうイメージとして持ってますので、ですよね、はい、それを実装していきます、うん。